皆さんこんにちは、トップ13です。先日のスタリライブ出張版にて、朗読劇第3弾の詳細が公になりました。その演目は、まさかまさかの、遥かなるエルドラド。これ、予想できた人、いたんでしょうか。シークフェルトのロイヤルリテイナーがあったら、次ハリン名鑑かフロンティアかなって、思うじゃないですか。それに、冬に出るゲームで扱われることが発表されてたら、朗読劇やるなんて夢にも思わないですよ。ただでさえ、ゲームの表題になっただけでも驚きだったのに。まったく、これだからスターライト運営は、大好き。重い。まあ、そんな興奮が抑えられないところですが、情報を整理しておきましょう。開催日時は、2023年12月16日、17日の2日間。両日、昼と夜の2公演となっています。会場はすっかりおなじみ、上野飛行船シアター。出演は、小山桃代さん、富玉子さん、岩田春樹さん、相葉愛菜さん、そして、史上初のシークレット解きましたよ。いやー、困った困った。一体誰が出演されるんでしょう。遥かなるエルドラドなので、新国立第一歌劇団のトップスター、三枝さんが満を持して登場するのでしょうか。それとも、福組の誰かが日替わり出演するんでしょうか。4年、全く4年ぞ。皆さんは、一体誰が出演されると思いますか。ぜひ、予想をコメント欄までお願いします。ここからは、スタリラ祭2023で明かされた、その他の情報を2つ取り上げたいと思います。1つ目は、朗読劇について。2024年に、シークフェルトのエーデルによる朗読劇が公演されることが発表されました。シークフェルト単独での朗読劇は、ロイヤルリテイナーに続き、2回目となります。まだ具体的な内容などは公表されていませんが、演目は何になるんでしょう。私としては、シークフェルトの伝統演目、エリュシオン、を取り上げてほしいなと考えています。そして2つ目の情報はこちら。劇場版スターライト、エコンテ、設定資料集発売決定。これ、待っていた人多いんじゃないでしょうか。劇場版公開開始から2年の時を経て、ついに発売です。舞台創造家はとにかく、レユースターライトを骨の髄まで味わい尽くしたいので、これは必読書と言っても過言ではないでしょう。情報量はもちろん、なんとなく値段もそこそこしそうな感じがしますが、これから発売が待ち遠しいですね。いやー、今年はほんと、スターライトの嬉しい情報が多くて充実してますね。暑さに体が参りそうになりますが、きらめきを力に乗り切っていきましょう。それでは今回はこの辺で。ご視聴、ありがとうございました。